皆さんこんにちは、白洲あかりです。今日はですね、彼女が女の子の日にどうやって接したらいいかわからない、何をすれば彼女を喜んでくれるのっていうね、優しい男の子からの質問がもうめっちゃくちゃ多いので、今回は私がそれを実践して教えていきたいなと思います。はい、実践っていうことなので、この動画中の私はですね、絶賛女の子の日なんです。はい、変わんないと思うじゃん。実は今この何、初めの冒頭だけは女の子じゃないんですよ。まあなんか、まあ、動画がグラグラするわ、ひどすぎて。いやマジでそれくらいね、大変なの。女の子の日って本当に大変なんです。はい、ということで冒頭はちょっと別日に撮っているんですけれども、どうぞよろしくお願いします。それではスタート。生理中です。なんか俺の彼女だけマジで生理中やばいみたいな、なんか本当に彼女やばすぎてやばいみたいな DM とかも来るんだけど、マジでそんなこと、マジでそんなことないから、うん、表に出てる人たちもあれですよ、それは動画を撮るときはもう元気にやるようにしますけど、マジで実際生理中とかはもうみんな女の子こんな感じなので、そういう時に男の子にしてほしいこと、もし彼女さんが何かね頑張ろうとしてたら褒めてあげてください。はい、これテストに出るからね、男の子たちメモしなさい。そして私は重たい腰を動かして自分の気分を上げるために美容クリニックに行ってきます。久々に行く気がします。こういう時に自分の気分を取ることってすごく大切なことですね。これめっちゃ好きなやつ。ゆで卵になりました。そして冷麺を食べに来ました。もうね、生理中って本当に食欲がね鬼、もう本当にすごい、いつまでも食べれるみたいな感じなんだけど、本当にこれねもうめっちゃ好きなの、冷麺なの。もうプライベートでめちゃくちゃ一人で行きたいから、お店は教えません。教えてほしい。おはようございます。おはようございますってねえ、そうさっきまで寝てたんだけど、はい、でもこれから頑張ってね、これ見て、あのアーミーです、イエーイ。なんだけどこれから頑張ってちょっと TikTok を撮ります。 TikTok を撮るので頑張ります。はい、うん、眠くなってしまいました。どうしよう、寝ようか寝ないか迷う。このまま一緒に寝よう。頑張ろうと思ってたのに眠くなってしまいました。このまま一緒に寝よう。ねえ寝よう。寝ませんか。マジで何しても眠いみたいな。軽くメイクをして、なんか最近ねめっちゃナチュラルなメイクにハマっているから、メイクに対する時間がめっちゃ短くなって、それが楽。なんか生理中ってほんとメイクもちょっとだるいんでね、はい。でもこれからちょっとね頑張って TikTok を撮ります。イエイ、 TikTok 撮り終わりました。頑張ったぞ頑張ったぞ頑張った頑張ったぞ。はい、こんな風に私の生理中の一日はもう何もしたくないみたいな感じでした。でもこの日はねまだ動いてる方なんです。女の子の日ってホルモンバランスの影響でイライラしちゃったり、すごくいろんなことが不安定になっちゃうんですけど、できるだけ彼女に寄り添って優しく接してあげましょう。